皆さんこんにちは。デジマクッキングのチョーです。今日は中国北方の家庭料理で毎日食べても飽きない冬の定番である白菜炖粉条の作り方を紹介します。まずはくず切りの下処理から始めましょう。沸いているお湯に入れて10分ほど茹でてください。途中、茹でながら端で底から混ぜます。こうすることで、くず切りが鍋にくっつきにくいです。くず切りを茹でている間に、生姜、長ネギ、ニンニクと唐辛子を切っておいてください。くず切りのパッケージに記載されている茹で時間は15分ぐらいですが、後で煮込み作業もありますので、ここでは10分ほど茹でて、こんな状態になったらいいです。流水で洗い流して、ザルにあげて、水気を切っておいてください。水気を切ったくず切りに油を入れて、軽くかき混ぜてください。こうすることで、炒めるまでにくず切りがくっつくことを防げます。さらに醤油を加えて、全体を混ぜ合わせてください。味が馴染むように、そのまま10分ほど置いてください。白菜を1個用意してください。包丁を使わずに白菜の外葉から1枚ずつ葉先から剥がしていきます。大体20枚程度です。流水でさっと洗っておいてください。葉を5、6枚重ねて根元を揃えてから横半分に切ってください。白菜の茎の部分は繊維に沿って6ミリぐらいの幅に切っていきます。葉の部分は手で食べやすいサイズにちぎってください。次に豚もも肉切り落としを用意してください。使う前に流水でさっと洗っておいてください。ラードを鍋に入れて中火で加熱したら豚肉を加えて色が変わって水分がなくなるまで炒めてください。豚もも肉の油が足りないのでここでラードを使うとコクが増します。油を足して熱したら生姜、ニンニクと唐辛子を入れて炒めて香りが立ったら豚肉と炒め合わせてください。先に茎の部分を入れて強火にかけて炒め合わせてください。炒め始めるときに茎が硬いのでゆっくりかき混ぜてください。全体を3分程度炒めて少ししんなりしてきたら醤油を加えてください。軽く炒めながら味をなじませたら、葉の部分を加えてください。さっと炒め合わせたら、ぬるま湯注ぎ込んでください。各材料の分量は下の概要欄に書いてますので、ご参考ください。先ほど用意したくず切りを入れて、ある程度かき混ぜたら調味します。たまり醤油があれば大さじ 0.5、塩小さじ1と白胡椒6振りをかけてください。たまり醤油は料理の仕上がりの色味が増して食欲をそそる効果があります。全体によく混ぜ合わせたら蓋をして弱めの中火にかけて2分蒸し焼きにしてください。2分経ったら長ネギを入れてさらに1分蒸し焼きにしてください。時間が経ったら蓋を開けて軽くかき混ぜたら水溶き片栗粉でとろみをつけてください。お好みのとろみがついたらごま油を回しかけて器に盛り付けてください。
白菜の茎と葉を別々のタイミングで炒めることで、しんなりした茎と程よいシャキシャキとした葉の2つの食感が味わえて美味しいです。弾力があり、しっかり味が染み込んだくず切りはまた格別です。ぜひ作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。